さあやってきましたブラキオサウルス。おお、これは素晴らしい。やばいぞ。わあ、竜巻。わあ、すごいことになってる。なんじゃこれ。ちょっと待って、ちょっと待って。チャンネル登録、通知オン、よろしくね。チョリンさん、あなたの中堅らしいです。今日もですね、恐竜パークを作っていきましょうということで、前回、このパルノッチとアロサウルス、どこ行った？ちょっと隠れ気味なんですけどね。ありました、ありました。夜のアロサウルス、怖いですね。アロサウルス。このね、3頭を連れてペンシルベニアに引っ越してきたラッシーさんでございます。というわけでね、今ね、新しい施設作れるようになったんですけども、この科学センター、スタックセンター、あとこない、古生物医療施設。古生物医療施設は前回もね、作ったと思うんですけども、このね、スタックセンターを今作ったところなんですけど、作ったら、なんとトレーニングすることができるようになりました。このね、トレーニングっていうのが、パーク運営のほら、こういう飼育エリアの新しいフェンスを作るよとか、こういうのをね、できるようになったりとか、あとはこの建物も多分新しいのが、アップグレードかな、この施設の。これが作れるようになってるということなんですね。で、さらにですね、もうちょっと気になってるのが、この科学センターっていう方なんですけども、この科学センターの方を作るとですね、どうやら化石の研究ができるようになるみたいなんですよね。なんでちょっとね、作ってみたいなと思います。いきますよ、せーので、この辺からドン、 OK。 じゃあこれで化石研究をちょっと早速やっていきたいと思います。化石を掘りに行って研究することができると思うんだよね。どうでしょうか。さあ完成しますよ、もうすぐ。オッケー、来た。ピーン、来ました。ランバート、そろそろ調査センターがあってもいいな。もう建設してくれ。調査センター、調査センター、ちょっと待って、ここになんか新しいの出てきました。電子作フェンス中、あ、研究終わった。研究したんだっけ。さっき研究した？マジさ、研究するつもりなかったんだけど、研究しちゃってたみたいですね。これか、これ研究しちゃったんだと。なるほど、これもできますと。ピン止めする。え、これも研究中なのか。なるほどね、ちょっとよくわかんないね。難しい、まあ、難しいけど、それよりも調査センター行きます、それとも化石研究行きます。お、研究来た。研究には事業を拡大および強化する幅広い選択肢があります。新しい建物へのアップグレード、新種稼働改善へのアクセスができます。新しいアイテムの研究に適切な科学者を割り当てることで、次のアイテム、ああ、そうかそうか、適切な人がいないとダメなのね。研究結果を見る、あ、ここで研究すんのか。あ、なるほどなるほど、そうかそうかそうか。さっきのスタッフ技術は何だったんだろうな。まあいいや、ちょっといいとして、あと調査センターもね、じゃあ作ってみましょうか。調査センター、ライブ捕獲調査、あー、これが、これは捕まえてきてくれる方のやつかな、多分そうだと思うんでね。これをじゃあちょっと作りましょうか。ルアー博士とフィンチは上から圧力を受けてそうだな。もっと恐竜をかき集めろと言ってる。調査マップを見て該当する場所に遠隔捕獲チームを派遣してくれ。こっちもできることをやってみる。ああ、政府に圧力をかけられて恐竜を集めろと。緊急メッセージ、事故発生、セントルイス近郊で危険な恐竜が一般人に接近している、事故の警報がありまして、報告によると負傷者が2人いるとのこと。ここですか、セントルイス。じゃあ行きましょうか、発見しましょう。こいつ行け、行けるかな、これ行ける、行け。先にいい知らせをお伝えしましょう。遠隔捕獲チームが一定の成功を収めています。コントロールセンターに恐竜を安定供給できている。素晴らしいことです。一般大衆との意図されない接触を妨げるという点で完璧な勝利と言っても差し支えありません。次に悪い知らせを、これも聞かされたくはありませんが、伝える分には悪くありません。これから到着する恐竜は未知の病気にかかっており、早急な対応が求められます。ケースが言うところの PDQ ですね。至急という意味です。では博士、移動獣違反に病気を診断してもらうわ。長くはかからずに抑え込めるはずよ。よし、始めましょう。
病気だってよ、次の恐竜。セントルイス捕獲完了しちゃったよ。やべやべ、ちょっと急がねえと。ちょっと待って、展開が早すぎんだよこれ。やべやべやべ、ゆっくりゆっくりパーク建設をじっくりしたいんですけども、そういうわけにはいかないみたいですね。なるほどなるほど、ラッシーさんを休ませまいというこのね、スタッフ陣のね、それも働け働けという圧がすごい伝わってきます。さあ、じゃあここに、もう一個作りましょうね、恐竜施設ね。お、来たぞ。アンキロサウルス発見、捕獲成功、ゼロ匹逃走。ちょっと2分ください、ちょっと2分ください、今すぐ檻作るんで。さあ、なんとかね、アンキロサウルスを迎える準備ができたんですけども、どうでしょうか、やってくるはずですよ、そろそろ。よいしょ、ここで見上げてみれば、ほら来ましたアンキロサウルス。お、ちょっとなんか前回のジュラシックワールドの時よりもトゲトゲしてますね、アンキロサウルス。さあ、気になるところですけれども、どんな感じなんでしょうか。あ、来ましたアンキロちゃん。ウェイ、ちょっと足が高くなりましたかね、車高が少し上がったみたいですよ。うん、なるほど、素晴らしい。あ、こちらにもいますよアンキロサウルス。じゃあちょっとステータスチェック早速していきましょう。はい、早速レンジャーチームがやってきましたよ。病気ということだったんでね、どんな状態なのか気になりますよね。さあ、ステータスを見ていきましょう。どうなってしまうのか。未知の病気があります。あ、わかんないのか、やっぱこれ発見しないとダメなのね、未知の病気は。しょうがないですね。じゃあ、発見しましょうか。病気さん、ここですね、病気さん。よいしょ、タスク追加。何の病気なのかな、これ。だ、病気を研究して治療法を研究して治してあげるっていうことなんだと思うんだけどね。さあ、何病でしょうか。研究チームが今やってまいります。医療部隊がやってまいりました。アンキロちゃんの病気がね、これでわかると思うんですけれども、何病なんだろう。病気に感染。分かってもらえるかしら。オーウェンも私も恐竜のために力を尽くしたいからこの試みに参加したのよ。悪用したり遺伝子を組み替えたり、何よりも死なせるためじゃないわ。他の生き物同様、奴らにも生きる資格はある。ある意味それ以上よ。科学の奇跡が挑みの機会を与えたんだから。だから研究して治療法を見つけて生かしていこう。出なければ恐竜たちはまた絶滅してしまう。クリプトスポリジウム症という病気みたいですね。寄生虫が原因でパーク全体に。やばいね、これは。どれだ、クリプト、これだ。これを研究すればいいんだ。研究はじゃあお前に任せる。あ、じゃあダブルでいける。いけ、研究開始。2人で研究してくれ、頼むぞ。よし、今研究してる間にこの子たちの住み心地をちょっと良くしてあげましょう。分かった分かった、病気は分かってるよ。それと葉っぱと果実が足りませんね。そうだね、ここ全然生やしてないからね。さあ、じゃあ葉っぱと果実を増やしてあげましょう。被子植物がまず、まあ果実も必要だからな。ちょっと果実先に増やすか。この辺の森もいらんのかもしれん、もしかしたら。果実に変えてしまいましょう、この辺はね。よし、どうでしょうか、これぐらいです。果実は足りたでしょうか。よいしょ、足りませんね、もうちょっといります果実が。おっと、果実を生やしてる間にダーツも完了したっぽい。治療できるね、治療していこう。頼むよ、治療、ダーツ治療をお願いします。はい、今のうちにこっちのね、住み心地を良くするんで。あ、病気治りました。 OKOK、 病気は治ったんだが、こいつら結構難しいな。空き地も必要なんだよな。捕獲の取り組みを強化しろと博士が言ったと聞いたが、間違いないか。ええ、言ったわ。この施設は発展させる必要がある。だからもっと恐竜が必要になる。ストレステストを実施して科学と運営の両面で体制が十分だと確認すべきタイミングだわ。分かった、チームはいつでも動ける。外にはまだ恐竜がうようよしてるから、何頭でも連れてこられる。大切な資産よ。私たちは前に進むためにこれを続けていかなければならない。草食恐竜は今度餌がなくなった分、もしかしたら広めの土地が必要かもしれない、肉食恐竜よりも。
実は装飾の方が飼うのが難しくなった可能性が少しありますね。共生、それぞれの種にはタイプがあります。恐竜の統計パネル確認できます。タイプを持つ恐竜はそれぞれ他の多くのタイプの恐竜と平和的に共生します。喜んで縄張りを共有します。一部のタイプは縄張りが重なると争いになります。はいはい、なるほどなるほど。ちょっと待ってよ、これくらい広くないと。いくつか施設はアップグレードをするべきですわ。科学者を1人割り当てましょう。いいんじゃない。タスクに適したスキルを発揮してくれるので、こっちまで行けば縄張りが多分ここまで広がっての気がついてないけど、ここまで行けば多分大丈夫なはずだと思いますね。さて、とりあえず多分アンキロ問題は一旦解決だと思うので、資産の評価を上げていくと思う。調査を行って新種を捕獲し、恐竜の囲いの中で快適に過ごさせ観察できるようです。調査を行えばいいの。またじゃあ調査センター、調査マップを見てみましょう。おお、いっぱいある。何がいい。キリントンスキーリゾートでトロサウルス、カスモサウルス、ブラキオサ、ブラキオサウルス、恐竜同士が争っている。めっちゃ気になるよこれあとはディプロドクス、シノケラトプス、パラサウロロプス、ディノニクスいいね。ディノニクスもいいけどね。バリオニクス、ちょっと待って。でもやっぱ恐竜同士がある。ブラキオサウルスちょっと気になりますねこれね。必要条件が科学7、科学7無理じゃん。あ、無理、7いける、7いけるぞ。科学7何、いけんじゃんこれ、行こう行っちゃおうさあどうなるか。今のうちにじゃあちょっと檻をもう一個作っておく。こっち側にね、強制できると言いつつもこいつらとは多分無理だろうな。ブラキオサウルスはさすがに。ちょっと今のうちに、いや、ブラキオサウルスはちょっと買いたいですよ。こっち側に広めの土地を作っておきましょうよ。いや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 、ブラキオサウルスを迎えていきたい。どうなるんでしょうかね、ブラキオサウルス気になっちゃいますね。じゃあちょっと檻作ります。さあとりあえずね、ブラキオサウルスのための囲いを作りましたが、この大きさで足りるかは分かりませんね。ただまあ1頭ならなんとかなるんじゃないかと思うんですけども、そろそろあと15秒程度で任務が終わるそうです。さあどうなるんでしょうか。結果が楽しみですね。ブラキオサウルスを捕獲することはできるんでしょうか。ただちょっと争っているって言ってたのが気になっているんですよね。来ました、おっしゃ、ブラキオサウルス発見、やりました。一頭捕獲済み。連れてこれるのかな、お願いします。いや来た来たぞ。ブラキオサウルスが足りなかったんですよ。そうなんですよ、ここの場所には。いや気になるね。さあやってきました、ブラキオサウルス。おお、これは素晴らしい。いやいいね、いいね、いい絵だね。でけえよやっぱりブラキオちゃん。おお、めちゃめちゃでかいっす。すげえかっけえっす。おお、さあちょっとこの子の、ステータスチェックをしていきましょう。お、どうやら夜が明けてきて、ちょっとお休みモードに入るのかな。おお、かわいい、横になってますね。いいね。いやー、竜脚類マジで見てみてえなー、リアルなやつ。さあステータスチェックが終わったっぽい。あ、病気なのか、病気っぽいっすね。わらび中毒、わらび中毒は今治せるのかな。ちょっと見てみようか、技術の方。薬、え、わらび中毒あります。結核ですね、狂犬病。あ、わらび中毒ねえぞ。あった、これだ。これを釣るためにはどうしたらいいのこれ。研究解放条件、わらび中毒に陥った球120秒間、あー満足させる。 OK、 じゃあ
こいつのまず住み心地がいい家を作ってあげればいいのね。チェックストップしましょうか。よいしょ、森林不足、森林ですね。木の実高いと森林、これが必要ですと。 OKOK、 まあそうだよね、そうなりますよね。こんだけ顔じゃない、首が長いんですからね。木の実ですね、まずね、これかな。木の実高い、これね、結構これを見なきゃいけないですよ。森林と両方多分作んなきゃいけないな、これね。これがいいんだね、森林は。 OKOK、 これを半分、木の実を半分じゃあ作ろうかな。はい、とりあえず森作ってみたけど、どんな感じ、全然足りねえかやっぱり全然足りねえ全然もっとやっぱ広い範囲じゃないと、ブラキオサウルスレベルになるとちょっとこれじゃ無理だったみたいですね。厳しいな。ちょっと待てよ、もうこっちもいっぱいまで広げましょうか、このね、森エリアを。いや、きついっすね、なかなか。ブラキオサウルスともなると相当広大なこのエリアが必要になってきますね。どうでしょうか、こんな感じで。よいしょ、だいぶ、あーそっか、でも今こっち側まで範囲が広がればいけるんじゃないかな。動かしてみましょうか、こいつのね、今縄張り範囲がここまでなってたので、今ここ広げましたんでね、こっちまでね。これが広がればどうですか。よいしょ、お、縄張り範囲広がっている、広がってはいるけどまだ足りないまだ足りない。でもまあ奥まで行けば足りそうじゃない、これダメかな。森林が足りんのよね。木の実はなんかこれで足り始めたけど、マジでマジ、こっちにも広げないとダメ、これそんな感じしますね。ちょっともうちょっと広げましょうか。いや、これ相当な広さなんですけどいや、ブラキオサウルスすげえな。 OK、 さすがにこれで大丈夫なんじゃないか。どうだ、よいしょ、これだいぶ広がったっしょ。まだ足りないまだ足りないけど、もうちょっと増やせるんでね。いやいやいや、皆さんもマジでちょっとやっぱブラキオサウルスを飼うときはちょっと気をつけてください。相当広大なね、森林と果実が必要になってくるのね、うん、かなりの広さがないとやっぱ買えないですね、利用客類は。これはこれにはちょっとびっくりしましたよ、ラッシーさんもOK、 こんなもんでいいかな。これでだいぶいいんじゃない。よいしょ、あ、やっと来ましたね、やっと来ました。森林ももうちょっとこの面積が、縄張り面積さえ広がれば大丈夫だと思います。いやー、これはなかなか。さあ、わらび中毒、さあ、快適度の方はね、ちょっと上がってきたんですけど、ちょっと健康状態がまずいですね。かなりやられてきている。これはちょっと回復に行け。やばいやばい、なんでこんな時に限って、やばいやばい、異常気象が発生している。ちょっと治療をしていきましょう。やばいぞ、わー、竜巻わー、すごい人が立ってる、なんじゃこれちょっと待って、これはやばい、これはやばい、ちょっと早く直そう。いやー、やばいことになってましたね、これね。いや、よかったよかった、このなんかあの、あ、誰か怪我した、ちょっと待って、誰か怪我した、あー、ブラキオサウルスが怪我してます。これはきついな、こいつちょっとやばいことになってるぞ。健康状態はちょっと良くなってるから、一旦眠らせるか。ダブルでいっちゃったよ、これ。災害による怪我とさ、ダブルでいっちゃったから、これはちょっと大変ですね。さあ、ブラキオちゃんのね、治療が始まりました。やっぱブラキオちゃんレベルになると、この4大体制でこいつ稼働させるみたいですね。あー、倒れた、大丈夫か、大丈夫なのか、これビクビクしちゃってるけど、ブラキオちゃんね。さあ、ちょっと一応さっき見て思ったんだけど、弱点がわらび中毒なだけだと、わらび中毒だったわけではないのか、これ裂傷が体の問題だったのかな。ね、まあちょっと見てみましょう。さあ、ここで、これ完了しましたね、治療が。治療成功。どうなの、これでもう治ったんじゃないの。よし、行くぞ。
回収要請を受信。あ、ちげえ、間違ったとこ、間違ったとこ、ちょ、間違った、間違った。ちょっと待って、輸送ミス、輸送キャンセル、輸送キャンセル。輸送キャンセルできない、もしかして。間違った、変なとこ入れちゃった。あ、やばい、アロサウルスの檻の中入れちゃった、これ間違って。やばい。いや、これやばいですね。一旦こいつを眠らしとこうか。アロサウルスを眠らしておいて、あいつが眠ってる隙に、もう一回眠らせよう。ブラキオちゃんをね。危ない。あ、やばい、到着した、危なー、ギリギリでした。いやー、ごめんな、もう一回これやるからな。よし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 よ、なんとかなんとか元に戻ってきました。よし、これでいいだろう。これで森林不足よし、とりあえずね、ブラキオちゃんはどうやら病気ではなかったですね。さっきの裂傷が治ったら大丈夫になったっぽい。そしてね、縄張りもだいぶ広げてきてくれて、もうちょっと先まで歩いてくれると快適度が上がるはず。あ、いいぞ、もっと前行け。そうだ、縄張りエリアを広げるんだ、奥の方に。いいぞ、縄張りエリアを広げろ。もうちょっとだ、ブラキオちゃん。あ、来ました、オッケー、快適になった。やっと快適になったぜ。これでいいんじゃないの？え、足りない？これだけじゃ。もう一匹連れてこないとダメなの、これ。そういうこと？まあ、じゃあちょっと今回これぐらいにしましょうかね。うん。いや、楽しい。めっちゃ楽しい、パーク運営。ねえ。さあ、これでは足りないということですか。まあ、じゃあ違う恐竜もどんどん連れてきましょうか。ね、というわけで。次回連れて行きたいと思いますので、ぜひね見てくださいね。ということで、今日この辺にしましょう。最後まで見てありがとう。それでは今日はこの辺で、また見てね。バイバイ。